おお、すごっ。おお、すごっ。強さはいけそうですか？めちゃめちゃ気持ちいいです。100点満点です。全然違います。めっちゃ動きますね、うん、全然違います、本当。もうすごいですね。機動力の上がり方がすごいです。もう一言、もうとりあえず気持ちよかったです。もう本当に体がこれを求めてた。テンション上がりましたね。普通でこれは上がります。もうすごいです。もう本当、体の動き方が。こんにちは。こんにちは。じゃあ今から施術をしていきたいんですけども、はい、今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか？子育て中でちょっと抱っこが多くてで、肩と腰がもうやられてしまって、もうバキバキですね。両方です。首をできる範囲でいいので、ぐるっと回してみてもらってもいいですか？はい。逆回してみてもらって、はい、今回した感じは、突っ張り感とか痛みが出るとか、そういうのいかがでしょうか？痛みはないんですけど、うん、ちょっとボキボキ言いましたね。ああ、違和感出るとか、そんなの特には。違和感は、でもボキボキぐらいですかね、いつもなりますか？なります。ああ、はい、動きも悪いですね。ちょっとパッと見た感じですけども。多分悪いと思います。首を下向き上向きってやってみてもらっていいですか？はいはい。下向き上向きやってみた感じは、今突っ張り感とか痛みとか、そういうのいかがでしょうか？突っ張り感みたいなのが多分あります。ありますか？後ろが、うんうん、多分硬いです。あ、下は大丈夫ですか？いや、下も多分大丈夫ですね。じゃあその感覚だけちょっと覚えておいてもらって、はい、できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をしてみてもらってもいいですか？まず前屈ですよね。はい、まずは前から。あ、 OK です、 OK です。じゃあ手を添えて後ろにゆっくりと反ってみましょうか。あ、 OK です、 OK です。あ、意外と柔らかいっちゃ柔らかいですね、はい、かもしれないです。痛みとか出たりしなかったですか？痛みはないです。じゃあ今から全部見ていきますので、はい、横のベッドに移動お願いします。はい、はい、そちら、あっちが頭で、上向きで寝ましょうか、はい、ゆっくりと右向きます、はい、楽にして、だらーと肩の力も、だらー。おー、すごっ。大丈夫ですか？はい、すごっ。じゃあ今度左向きましょうか、はい、ね、楽にして肩の力、だらー。おー、すごっ。一回に座りましょうか。足を伸ばしたままお座りください。はい、ここからね、すごい丸まってるんで、はいはい、ちょっとここの骨ももちろん矯正していくんですけど、はいはいはい、ここのね、背骨の部分と、あと周りの筋肉ですよね、はいはいはい、そこをしっかり緩めていただけるだけでも胸張りやすくなったりとか、もちろんこの肩とかもね、後で矯正していくので、はい、そうしたらもっとよりこう胸がグッと外に開くようになりますんで、はい、じゃあまずね、このまま顎を引いた状態で後ろにもたれてきてもらってもいいですか？胸を張って、はい、で、首の後ろ、ここで両手を組みましょう、はい、指と指をしっかりと結んで、指と指をもうちょっとだけしっかりとここで結びましょうか。はい、はい、で、下向きます。はい、脇閉じて、はい、で、ゆっくりと胸を張って、はい、で、脇を閉じたままで、はい、後ろにもたれましょう、はい、顎を引いて、顎を引いて、はい、おー、もう一回脇閉じて、おー、後ろにも食べて、はい、肩の力だ。もう一回背中丸めて、はい、後ろにも食べましょう、はい、で、少しだけ背中丸めて、はい、大きく息を吸って、はい、吐きましょう。ふう、顎を引いて、あ、わわわ。もう一回だけね、ちょっと背中丸めましょうか。もう一箇所、ごめんなさいね、はい、ゆっくりともたれて、もう一回大きく息を吸って、はい、吐いて、ふう、少し背中丸めて、脇も閉じて、はい、顎を引いて、はい、手を下ろしましょうか。で、下向いたまま顎を引いて楽にしておいてください。これでさっきみたいに首ぐるっと回してみてもらった感じ、今いかがでしょうか？おお、スムーズ。スムーズにやってますか？スムーズです。さっきより全然スムーズに動きますね。下向き、上向きはいかがですか？あ、先輩、全然違う。すごっ。違います。あ、よかったです。あと回したときはボキボキ言ったら今はしないですかね？あ、
ない、まあ、なんかちょっとなんか動きの骨はなくなってる気がするけど、うん、なんかいつもとじゃない、全然いつも違います、めっちゃスムーズですオッケーオッケー、すごっ、左足曲げた状態で、はい、ちょっと両手をもらいますよ、はい、引っ張ります、はい、両肘を曲げてもらって、はい、で腰にちょっと前に行きましょうか、はい、膝曲げたまま、はい、楽にしておいてください、はい、ですね、大きく息を吸って、はい、吐いて、ふーん、今度は反対側で、めちゃめちゃいいですね、ちょっと両手引っ張りますよ、はい、両肘曲げてもらって、はい、で、お尻少し前、はい、でまた大きく息を吸って、はい、吐きましょう、ふーっと、じゃあちょっと上向きで見ましょうか、めっちゃいい、足伸ばしたまま、はい、ちょっと骨盤周りを押していきます、はい、左手をもらいます、手を上げて、はい、腕の力だらーんと楽にして、手を後ろに回しましょう、はい、肘曲げたままで背中で、はい、そうですね、このまま、はい、ゆっくりもたれます、反対側で出ましょうか、いやいいですね、体はもう結構ずっと放置って感じでしたからね、うん、あ自分の体メンテナンスも一切せずにお支度し方もわからんし今日で一気にね、体楽に解放されたらと思います、はいはい、解放します、解放しましょう、はい、じゃあ大きく息を吸って、はい、吐きます、手を後ろに回していただいて、背中の方に持っていきましょうか、はい、で肘少し曲げておいてもらって、はい、ここからですね、ゆっくりと持たれます、はい、はあ、両手をバンザイしてもらってもいいですか、はい、ちょっとこのままですね、ちょっと肩甲骨の外側を押していきます、はい、ここちょっと痛いかもしれないですけど、あー大丈夫です、大丈夫ですか、全然大丈夫です、猫背の人ね、肩甲骨やっぱこう前にこう巻いてくるんで、うん、まあ、ちょっとそれをね、どんどん押し戻して、はい、そう、肩甲骨の間の筋肉を緩めて、グーでダラーですか、グーでダラーでいいですよ、はい、はい、体がこれを求めてたって感じがしますね今、まあ、抱っこばっかりですもんね、抱っこやっぱ多いですね、ゲームもするし、ゲームもするし、もう体丸まることしかしてない、そうなんですよ、もうダメですよ、ほんとダメではないけどたまにはね、リフレッシュする時間も作ってあげないと、確かに、よし、戻しましょうか、めちゃめちゃ気持ちいいですねよかったです、すごい気持ちいいです、あ気持ちいいです、よかったです、気持ちいいです、ずっとほったらかしやったんですもんね、もう25年間ほったらかしです生まれた頃から今まで、うーん、今日は一旦リセットですね、ですね、0歳に戻ります
子さんより下。一番下の子になりました。強さはいけそうですか。めちゃめちゃ気持ちいいです。100点満点です。ありがとうございます。眠くなってきました。寝とってもらって大丈夫ですよ。やっぱ YouTube 撮ってるのがさすがにそれは。寝る方も多いですけどね。ああ、そうですか。いや、でもこれは寝ますわ。ね。ああ、そこいいですね。硬い。硬い。カチコチですか。カチコチな、全部やっぱカチコチなんですけど。はい。でもやっぱりところどころなんか本当に悪なってるというか、はいはいはい、なんかただ硬いですねとかじゃなくて、はいはい、なんかもうめっちゃ凝り固まってるとこありますねっていうのが点在してるような感じですよね。はい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 、それどこですか。今してるところです。ああ、ここ。うわ。腰、これなんていうんですか、腰と首の間ぐらいのところ。うん、腰と首の間？いや、違います。ごめんなさい。腰です。範囲が広かった。すいません。まあ、場所で言ったらちょっと背中ですね。ああ、なるほど。まあ、多分抱っこして丸まってるのがちょっとゲーム量産してるから、ちょっと分かんないですけど、どっちか。どっちもですね。どっちもですね。丸まってるから余計に固まってるんだろうなって。うん、スポーツとかしてたら変わるんですか。あ、もちろん変わります。あ、ですよね。ただスポーツやってるからこれが全部なくなるとかっていうわけではやっぱないですけども、はい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 、でもやってるとやってないじゃやっぱり血行のね流れ方も違ってくるし、そうですね、全然変わってきますよ。はいはいはい、いやもう最高です。なかなかね、そういう時間取れないかもしれないですけど。めちゃめちゃ気持ちいいですね。そう、ほぼ初めてですもんね。もうほぼどころじゃないですね、初めてです。行ったことがなかったので。こんな世界があったのかみたいな。そうなんですよ、これがプロの施術かって感じです。今ちょっと笑ってきますね、気持ちよすぎて。逆に寝れないみたいな。うん、寝はできないですね。うわ、気持ちいいですね。ちょっとそれしか言えないですね、気持ちよすぎて。いやでも嬉しいですね。あ、本当ですか。そう言っていただけると。さっき違いもあると思います。いや、違いありますね。カチコチの変えるのすいません、喋りすぎですか。いやいや、全然全然。すいません。
今の時点でもね、かなり最初に比べたら楽になってると思います。絶対楽になってると思います。ほぐれていってますね、体が。わかりますね。柔らかくなってきてます。胸とかもね、張りやすくなってると思いますよ。おお、姿勢が良くなりますね。うん、さっきのね、こう猫背グニャーって、ね、前に行ってたところがちょっとマシになってるんでね。おー、楽しみです。ここ数年ね、お子さんの抱っことか、はい、育児で前かがみになっていたのとプラス、もう数年どころじゃないですかね、ゲームだったら。そうですね、数年どころじゃないですね。十数年。十数年です。もう、いや、兄がいるんですけど、はいはい、兄がゲーマーなんで、パソコンから打つってゲーマーになったんですけど、もうなんで、マジで0歳から録音のコントローラーを握ってたんで、もうそこから猫での始まりですね。なるほど。はい、じゃあ今度はぜひお兄さんも紹介していただいて。確かにいいかもしれないですね。絶対行ったことあるのかな。行ってるとかやったらいいですけどね。ね、いいかもしれない。次ネット帰ったら話のネタになります。絶対行った方がいいですよ。多分ね、成績も上がりますよ。うん、確かに上がりそうですね。何の成績ですか。あのスマブラの。あ、スマブラもね。いや、それはあるかもしれない。本当に。いや、でも確かに必要なるだけで集中力とかもね、確かに上がりますし、体のコンディションがいいって、ちょっと全体的なパフォーマンスの向上につながりそうですね。あと 0.0 コンマのね、世界の。そうですね、詳しいですね。いや、なんかもうスポーツかなと思って。おお、それ絡みで働いてました、私。あ、そうなんですね。そうなんです。まあ今はちょっとしてないです。うわあ。はいですよ、ゆっくりと起き上がってください。はい。わあ、軽いです。とっても軽いです。軽くなりましたか。よかったです。軽いです。体が。全部施術が終わりましたけども、はい、ボキボキ矯正は大丈夫でしたか。気持ちよすぎてたまらなかったです。体がこれを求めてた感じがします。よかったです。素晴らしかったです。ありがとうございます。ありがとうございました、本当に。じゃあ、また、動きの確認をしていきたいんですが、はい。まず、首から最初みたいにぐるっと回してみましょうか。ああ、回ります。逆回してみてもらって。回りやすいです。大丈夫ですか？すごいです。よかったです。はい。首を下向き、上向きってやってみましょうか。で、上向いてみてもらって。おー、スムーズです。あ、オッケーオッケー。背中ごと言ってますね。柔らかくなりすぎて勢いが。胸張った感じとか今どうですか。あ、もうスムーズです。ボキボキ全然言わないです。もう絶対ここでボキボキっていうか、もう、あ、いつも言ってたんですか。突っ張ってたんですけども、うん、ここら辺すごいすごいすごい。多分体重軽くなったんじゃないですか、これ。それはないかな。すごい。すごいですね。お、いつもと違う感じになってますかね。全然違います。めっちゃ動きますね。お、できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と。おお、なんかお、すごい指タッチできます。OK です、 OK です。すごい。じゃ、手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。おお、やばい、無限にいける。おー、OK です、OK です。柔らかになりましたね。すごっ。
今どうでしょう、動かした感じ。いやもうすごいですね機動力の上がり方がすごいです。自分ってこんな動けたねって感じします。今日施術を受けられてなんですけども、はい、全体的な感想っていかがでしょうか。もう一言、もうとりあえず気持ちよかったです。もう本当に体がこれを求めてたって、これさっきも言いましたけど、もう本当体がもうとっても安らいで動きまくりで、こんなに自分って動きたいって感じしますね。なんか施術がね、進んでいくにつれどんどんテンション上がってきてますよね。いやテンション上がりましたね、普通でこれは上がります。もうこんな自分初めてです。はい、めっちゃテンション上がってますよね。すごいです、もう本当体の動き方が良かったです。はい、まあ、ちょっと定期的にね、はい、まあ、お子さんのね、子育てもありますし、ゲームもありますし、はい、ちょっと引き続きあとメンテナンスもやっていきますので、はい、はい、じゃあ今日は一旦ここまでにしておきますので、はい、一度これで様子見ていただいてもいいですか。はい、もう頑張ります、全部頑張ります。はい、ありがとうございました。